キンプル最終回、平野の仕様、メンバー間の仲が良くなった、長瀬角、個性が出ていて面白かった。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・アンドスの日本テレビ系冠番組、キング・アンドスル、キンプル。 土曜午後1時半が13日に放送され通常枠での最終回を迎えた。最終回は過去66回の放送から選ぶ爆笑名場面と未公開シーン特集キンプルデミー賞が企画された。番組の最後には5人が挨拶した。長瀬恋24は個性が出ていてめちゃめちゃおもろいすね。僕ら5人って、と語った。 高橋海人24は本当にスタッフさんってそんなところまで見ててくれたんだなと感心した。平野志洋26はキンプルでメンバー間の仲が良くなった。感謝しかないですと語った。神宮寺優太25はいろいろな人に見られていた。良かったと率直に話した。 キシユー27は空返事が多いとこの日の放送で指摘され、親のせいです。と弁明していたため、最後にマックの劇団一人から、そうなった、空返事が多いのは誰のせいと聞かれ確実に親ですと答え爆笑で締めくくった。21年5月から特番が始まり、22年1月からレギュラー化。 20日には、番組初のゴールデン2時間スペシャル、土曜午後7時56分、が放送される。キング・アンドプスは昨年11月、今年5月22日をもって岸優太、平タ、ヒラノシヨウ、ジタが脱退し、順次ジャニーズ事務所から退除すると発表。CD デビュー5周年記念日である同23日からは、長瀬角と高橋山の二人体制で活動する。 平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。